兵庫県三田市より参りました管楽よさこい連エンルです。エンルです。私たち管楽よさこい連エンルは今年で10年目という節目の年を迎えました。これも全て今までエンルのことを応援してくださるお客様方、そして管楽よさこい連エンルをここまで育て上げてきてくれた先輩方の絶え間ない努力のおかげだと思っております。管楽よさこい連エンル10代目のテーマは花火師。花火師という職業は玉張り3年、星影5年という言葉があり、他の勉強することを含めると一人前の花火師になるには少なくとも10年の修行が必要とされています。何百年間もの間、どの時代においても人々が夏の風物詩花火が打ち上がるのを強く強く待ち望んでいるからこそ、花火師も辛い困難な修行を乗り越えれるのだと思います。私たちは一人の踊り子として、今まで遠慮のことを支えてくれた人々に対する感謝の思いを、そして一人の花火師として、長い間花火が打ち上がるのを強く待ち望んでくれている人々に対する感謝の思いをこの演舞に込めたいと思います。魂玉に込め、人は天を見上げこう叫ぶ、たまや。川と、どっと構える。宮川田宗。